本日はですね、こちらのスマホを使っていろんなところで撮影してきました。今日カワセミをですね、撮影してきたので、そちらをレビューしたいと思ってたんですが、まずはこちらのスマホのご紹介をですねしたいと思っております。こちら、綺麗でしょう。はい、こちらのスマホはハーウェイ P30 Pro 2019年の、9月モデルなので、もう2年ほど前のものを22,500 円の中古で買いました。これなんで買ったかっていうとですね、よく私近くで散歩してた時に鳥を見るんですね。でその鳥を綺麗だな、撮りたいなと思った時に、私が持ってるのは iPhone SE、望遠もほとんどなし、広角もなし、無難なスマホというようなところで、まあ、いいもの買いたいなっていうところでコンテジを探してたんですけど、このスマホが最強だったので、こちらを購入しました。こちらのおかげで綺麗な写真、登山でも動画も含めて、すごく使えておりますので、まずは、こちらのスマホの紹介をしたいと思います。こちら、2年前のスマホになるんですけれども、その当時ファーウェイではもう一番いい、9万円弱のスマホだったんですけれども、ライカが共同開発したクワッドレンズっていうね、月まで撮れる最大50倍ズームっていうのが売りのスマホだったので、ちょっと知ってる人はいるかもしれませんが、こちらでワイヤレス充電、あとワイヤレス給電、この上にスマホをくっつけて充電できる、それと、まあ、お財布携帯だとか、あと防水機能も、あります。まあなんて言ってもですね、これ綺麗でしょう。すごく、こちらブレッシングクリスタルっていう、角度によって違う色味を表現して、すごく上品なね、美しい、デザインになってます。こちら、まあ、カメラの部分がね少し飛び出して、おります。まあカバーを入れて使っています。私はこちらのね、こちらのカバーを使って、おりますので問題はないんですけれども、少しちょっと飛び出している形ですね。で大きさが、15センチ8ミリ、幅が73ミリ、厚さ、8.6 ミリ、重さが、192グラム、ちょっと私にとっては重いかなという感じです。で、縦横比率ですね、アスペクト比が、19.5:9 というもので、まあ、6.5 インチサイズと、言われるものになります。まあスペックはですね、貼り付けておきますけれども、それ以外の突起したところで言うと Android 9ですね、だから OS、 あとメモリーが 6GB、内蔵ストレージが 128GB、 あと外部ストレージは NM カード、最大 256GB のものが入ります。あとカメラですね、こちらのカメラ4000万画素、広角ですね、 F1.6 明るいんですよ。それと超広角にするとそれでも2000万画素で、 F 値は 2.2、それと望遠はですね800万画素、F 値が 3.4 ということになっています。あと、インカメラの方も、3200万画素で F 値 2.0 です。ですごいのがですね、バッテリー、4100、こちら、4100っていうのは私の iPhone SE が1600ですから 2.5 倍あります。あと、Type-C の充電ができます。Wi-Fi、Bluetoothね、お財布系というようなですかね。まあ、とにかく、バッテリー持ち、Google マップで約2時間、YouTube で3時間、使っても 25% ぐらいしか減らない、最高ですね。登山アプリでヤマップってあるんですけど、ヤマップで、
談中ずっと使っていてももう本当に安心ですね。でそれとやっぱりカメラが最強、望遠レンズがとにかく最強ですね。月様もいうようなところですね。あと接写もできます。マクロも 2.5 センチまで寄れます。あと広角なんですけども、まあ、5倍までが一番綺麗ですね。そこからちょっとずつ変わっていって10倍まではハイブリッドズーム、そこから少しずつ画質落ちるんですけど、それでもそこそこ、映っておりますね。本当にいいですね。あとここちょっと見えると思いますけど、こちら指紋認証で、あと顔認証も、ついていますね。これが、89,424円2年前ですね。それが2年後中古で 22,500円で買えちゃうっていうんですから、本当にこういうカメラを利用して、撮影する楽しみが増えて、本当に楽しい思いをしてます。雪山の登山、お庭すべてこちらのカメラで撮っています。こちらケースちょっと入れてみますね。こんな形で、ケース使っています。ここに、指が入るようになってますので、これで持ちやすくなっていたり、カワセミにハマっていて、2月に3回カワセミを見たんで、今日も、いないかなと思って行ったら、今日もカワセミがいましたので、その辺ちょっと見てもらったら、随分楽しいなっていうのが思えるんじゃないかなと思います。まあ、これに限らず、望遠が強い、ちょっと古いスマホを買って楽しんでみるっていうのはありなんじゃないかなと思ってます。ぜひですね、後の映像を、確認していただければと思います。Thank you.
いかがだったでしょうか。綺麗に撮れてた、かなというふうに思っています。またですね、いろんな動画を上げていきたいと思っております。今日の動画良かったなと思っていただければ、チャンネル登録、高評価、いいね、していただければと思います。また、よろしくお願いいたします。